何のイベントなんだこれ。うまくいかねっすね。あなんか負けた気がするような。別にナンパなんて興味なかったけどな、さながら。ナンパには興味なかったんだ。いやなんか巻き込まれたけど負けるのは嫌だよね。いや真田の言わんとすることも俺はわかる。勝負にはこだわりたい。うん、問題点は分かってる。お前の欲望が丸出しだからだ。まあそうだな、ゴリゴリナンパ感が出てるからな。どっ、ダメ、責任逃れだ。事実を言ったまで。まあ確かにそれは事実。そういう真田さんこそハズレばっかじゃないですか。いや真田はかっこいいけどって言われてるよ。なんだと。なんだと。いい争いが続いている。見にくいなこいつら。うん、こうなったら現場リーダーどっちが悪いと思う。まあ順平じゃない。あーどっちも順平だろ。当然だな。裏切りもん。裏切ったわけじゃないよ。もともと言い出しっぺの順平だからな。順平がナンパしようと言い出した時点で俺たちは負けてたんだよ。そう、ちゃんと考えて答え。なんだ。どうした、何かあるのか。このタイミングで戦車来る。ん、誰、なに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 。オープニングのムービーで見た子じゃん。あらかわいい。あら、真田まで珍しい。おおおおお、まあ確かに美少女だったな。すげえ涙の憎いぜ神様。ビッグウェーブ来たか。ビッグウェーブつうかマジかわいい。うん、確かに。待てよ、あーピンときたね。研究所から逃げ出した兵器なんじゃないこれ。あーそういうことだ。まあ俺までやっべーよマジで。これとりゃ今までの負けなんてチャラでしょう。人型兵器なんだろうな。ここは一つみんなで行かずに一人ずつ慎重に行く作戦でどうすか。なるほど、いやそれはいいと思うぞ。じゃあ順平から。よし採用だ。採用だ。サラダも今回前のめりだね。珍しいね。なら順番決めるっすよ。勝った人から時計回りで。うん、最初はグーじゃんけん。マジガチじゃんけん。あーチョキ。お、負けてしまった。まあ順平だろうな。やり勝ち。行ってこい行ってこい。そしてまた粉砕されてくるんだ。じゃあ俺1番、真田さん2番、お前が最後ね。うん、よし。いやなんか陶器見えてるな。いやどんだけハート出すんだよ。行ってこい。おー格好がなんかねこの場に見つかわしくないというかね。うん、確かに可愛いよな。日本人離れした感じだもんな。お人形さんみたいな。さっきかっこいい海見てる。なんだそれ。頬を染めるな、お前は。あの、一人。うん、俺、順平ってんだ。じゅ、あ、ちゃんと振り向いてくれた。かわいいじゃん、首長いな、こっそい。あ、もし暇してたら話してますしね。うん、一人よから楽しいんじゃねえか。なんで声のトーンちょっと抑えてんだよ。こいつは本当に。人を探しています。ほう、こんなところで。手伝ってあげようか。あなたではありません。はい残念でした。がっくり、まあ、一緒に探してあげるとかな。予想以上に早かった。ああバッサリ言ったね。あなたではありません。いやいいナンパの断り方かもね。人を探しています、あなたではありません。ハートブレイクだったな。手強いっすよ先輩。手強いね。よし、あとは俺が勝つだけだ。でも真田先輩が振られるとこってあんま見れないんじゃない。これ貴重なんじゃないか。これはビデオに撮っときたいぐらいあるな。
真田まで頬染めてる。まあ君海が好きなのかな。ちょっと上ずってるな。何でしょうか。うん、冷静だよ相手は。あ、いや海はいいよな。うん、トライアスロンの選手はプールでの練習が中心の選手。なんだそのうんちく。海で鍛えてる人の方が強いらしいぞ、やはり。謎のスポーツうんちく。ん、一応会話が成立してる。意外と話せてんじゃないか。うん、なんだなんだ。そういった情報は私には必要ありません。スポーツうんちくが、あ、バッサリだな。あ、真田振られた。まさかあれだな、自分の好きな女性を目の前にするとスポーツうんちくおじさんになり果てるのか真田。お前よりも長続きしたぞ。なんだその勝負は。長さの問題じゃねっつの。うん、うん、なんか俺もう泣きそうっす。まあ俺が行くしかないか。泣くな、俺まで惨めになるだろう。真田なんてな、あんな学校内ではねひっきりなし人気なのにね、振られるんだな真田も。というわけだ、行くしかないのか。俺がなんとか拾わないとトラウマになっちまう。ああなるほど、むしろ成功してこいと。俺は負けてない、負けてないから。自分に言い聞かせてるやん。あとは任せ。うん、行くしかないのか。探してる人って誰なんだろうね。俺だったりする。おお、すごい応援されてるぞ。海パンにもポケットあるんだな。なんと声をかけようか。こんにちは、少しよろしいでしょうか。もうすぐ道潮だね。 Hey baby、 俺だろ。ん、なんか反応したぞ。 Hey baby、 よく聞こえねえ。よかった、俺の Hey baby が滑ったのを聞かれてなかったようだな。てか、なんかびっくりされてるぞ。やばい、俺らも突撃するっす。なんでやばいんだよ、来るな来るな。あなた、お、やはり探していた相手。俺が、なんだなんだ。ひとまず危機回避を優先します、うん、それに確認は静かな場所でないか。危機回避確認。なんだ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 、早い、すごい速さだ。状態が全くぶれない。お前何言ったわけ。走って逃げるって絶対なんかやっただろう。確かにすごい勢いで逃げられたけど。つかお前追いかけた方がいいって。え、追いかけたらやばくない。あんな勢いで逃げられたのに、やばいやつじゃん。いや自分のせいじゃないけど。余裕かましてる場合か。とにかく謝ってこいな。昨日からずっと女の子追いかけてるな俺。出なきゃ共犯になっちまうだろう。今行けばまだ間に合うって。まあ追いかけてなんか謝るってこと。うん、なんかよくわかんないけど、別に Hey baby しか言ってないのにな。え、あー俺が追いかけるのか。はい、追いかけろ、追いかけて謝って、できればここに連れてきてくれよ。それが目的か。あの逃げ方ただごとじゃなかったぞ。誤解にしろ何しろきちんと話してくるんだ。いやー別になんか変なこと言ったわけじゃないんだけどな。どういうことなのよ。森まで。こんなとこまで追いかけんの。こうさっきでも女性陣3人が歩いてたとこだよな。これで出会ったりする、女性陣と。いや、えらい、えらい奥まで来てるけど。うん、あ、いた、早い。あのスピードに追いつけるか。あれ追わなきゃいけないんだ。いや、なかなか大変だな。結構なスピードで脇目も振らず走ってたけど。あ、縄文杉じゃん。あ、こここんなに人いないの珍しいぞ。誰かに見られているような気がする。あ、なるほど、この子が見てたってこと、俺のことを。あ、かわいいね、あの時の少女がいる。チラッ、今までの視線の正体は彼女だったようだ。近づこうか。そこにいるのバレてるしな。やっぱりあなたは。何なんだよ。見つけました。うん、え、あなたをずっと探していました。そうなの、本当に俺を探してたんだ。しかしあの海辺から縄文杉までの距離ってえぐいぐらいあるからね。えぐいぐらい距離あるからね。私の一番の大切はあなたのそばにいることであります。あ、ちょっと文法がおかしいな。
なんだなんだ、あ、お前らも来てたんかい。なんだそりゃ、そんなありかよ。なんかナンパ成功したっぽいぞ。バカな、どうなってる、声もかけてないはずだ。いや、俺のヘイベイビーがこうそうしたらしいな。やっといた。あー、ゆかりんたちも。どういう修羅場だな、これは。どこ行ってたの、探したんだから。うん、というか皆さんなんで水着で森の奥に。ねえ、山舐めてるなんてレベルじゃねえぞこれ。たく、こっちは大変なことに。蚊に刺されまくるだろうなこれな。って、あれ、どういう状況これ。その子誰。昨日ゆかりのことをね、抱きしめておきながら、今度は別の見知らぬ少女にね、なんか触れられてるしな。それゆかりに怒るよね。聞いてくれ、実は少し面倒なことが起きてる。うん、休暇中にすまないが、すぐに戻って戦う準備をしてくれ。兵器の話ね。いや、準備はいいよ。探し物は見つかったからね。行く月、やっぱりこの金髪の美少女が兵器だってこと。どういうことですか。うん、やれやれ、探したよ。なんで逃げ出したんだろうな、そもそも。勝手に出たらダメだろ、アイギス。アイギス、どういうことなんだってばよ。いやはや、心配かけてすまなかったね。もう大丈夫だ。うん、あの、戦車を追うとかいう作戦はどうなったんですか。あれが戦車だったわけだ。ああ、それもう完了だから。いや、だから説明せえって。アイギス、こっちへ来なさい。あ、説明してくれるんだ。アイギスちゃんね。ああ、はいはい、オープニングで見たよ。彼女の名はアイギス。見ての通り機械のためだ。うん、ちょっと本当にお人形さんみたいな感じ。機械仕掛けなんだ。はじめまして、アイギスです。すごい流暢にしゃべるね。シャドウ相当を目的に活動中です。ああ、そういうことだったんだね。いや、本当にあれだな、服脱ぐとあれだね、かなりメカメカしいんだな。今日付けで皆さんと共に行動するであります。うん、するであります。なんでリボン、うちの学園のリボンつけてんだろう。うそ、まるで生きてるみたい。すごい科学技術力。信じられん。うん、かわいい。そうだな、ロボなんだよ。ロボなんだな、かわいいけどがっくり。ロボに振られた男。10年前、シャドウが暴走した時の保険として対シャドウ兵器というのが計画されてね。なるほど。アイギスはその中でも最後に作られた一体、そして唯一の生き残りなんだ。対シャドウ兵器ということは、まさかペルソナ。ペルソナを使うってこと。なるほど。はい、ペルソナ故障パラディオンを扱える仕様であります。パラディオン、ちょっと分かんないな。彼女は10年前の実戦で大怪我を負って、ここの研究所で管理されていたんだ。まあだから、キリジョー先輩も人工的にペルソナを付与されてペルソナ使いにさせられたけど、なんならもう機械でもペルソナを使えるようにできるってことか。なんでもありだな。なぜ今朝になって急に再起動したのか、いまいちはっきりしないんだけどね。急に再起動。まあ、これから仲良くしてやってくれ。え、大丈夫なの、急に暴発しない。風花ちゃんがなんかメカニックオタクみたいになってる。すごい、すごいです。うん、あの、ところでさ、ちょっと確認したいんだけど、うん、あなたさっき彼のこと知ってる風じゃなかった。ねえ、俺のこと探してたよな。どういうことなんだ。うん、はい、私にとって彼のそばにいることはとても大切であります。え、どういうプログラム。うん、なぜだ。うん、人物認識が完全じゃないのかな。ああ、なるほどな、プログラムがずれてるのかもしれないね。ああ、それとも寝ぼけてるってことかな。うん、そいつは興味深いぞ。誰が寝ぼけプログラム搭載すんだよ。まあ、それは後で考えると知ってた。うん、なあ、みんな知ってたかい。実はここいろんなレジャー設備がずらり揃ってるんだよ。あら、お遊びの話ですか。テニスコートにプールバーに、プールバー、カラオケなんかも完備らしい。あー、プールバーって何。プール横にバーがあってみたいな感じ。それはおしゃれだね。機
かせちゃおうかな、僕のメドレー。カラオケは一人で行っていただいて。ドン引きだよ。あ、これで日が変わるわけだ。やっという間だな。また海か。懲りないね、男ども。花の屋久島旅行も早3日目か。うん。明日はもう帰るだけだし、正直3日じゃ短えよな。まああっという間だけどね、本当に200日ってのは。まあ、それっぽっちの割にはいろいろあったか。いろいろあったよ。まあ思い出にはなったよな。元気だな、あいつは。落ち着かねえよな。昨日の晩はほとんど寝られてないはずなんだが。あ、そうなんだ。もしかしてカラオケに付き合わされた？お、みんな水着着てくれてるじゃん。アイギスも？海岸で何かの任務でしょうか。アイギスなんか海風とか当たって大丈夫な？ははそんなんじゃねって、ただ遊びに来ただけだ。うん。そういえばアイギスは遊ぶってわかる？うん、風花ちゃんなんか興味津々だね。もちろんわかるであります。娯楽は心の栄養です。おお、そんなことも知ってるんだ。話が早いね。おお、そうそう、結構普通に話せんじゃん。なあ、ほんと人間と変わんないわ。ま、とりあえず帰る前に一遍くらいちゃんと泳ごうぜ。うん、アイス泳いだら大変なことになりそうだけど、防水性能あるの？こいつほんと元気だな。アイス大丈夫？マジで。え？あ、ちょっと純平くん。やばいだろ、壊れちゃうって。アイス、塩水につけて平気なのかな。いやー、ダメなんじゃない？いいのか？そんなヤバじゃないでしょ。いや心配だよ。お、普通に上がってきた。海に入るんじゃないの？うん。皆さんもご一緒されるのがいいであります。あら、気が利く。どういうこと？一人だけが楽しい行動は本当の遊ぶではないであります。そうやってプログラムされてるってことか。みんなで遊ぼうかって話ね。めんどいな。めんどい。取り次ぎなんだから。めんどいなんて言うなよ。仲良くしてやってよね。あー、でも一緒に行くんだ。なんだかんだいい子じゃん、ゆかり。私たちも行きましょうか。うん。そうだね。行くつき。スーツで海岸。どうだい？楽しんでる？うん。その革靴の中砂でジャリジャリになるぞ、お前。いやー、いろいろあったけど、なんとか今日は終日羽を伸ばせそうだね。いやー、よかったよかった。真田さん、何してんすか。真田もなんかね、トレーニングすればいいのにな。真田さんの番っすよ。何やってんだ。俺の番って何をやってんだねえ。楽しそうでよかったよ。明日のことだけど、帰りの船の時間は言ってあったよね。うん、僕は多分先に港へ行ってると思う。朝早いから遅れないようにね。まあ今回このアイギスに会うっていうのと、まあ、ゆかりちゃんのお父さんのね、映像が見られたっていう、そういうことだったかな。伝えておきます。じゃあ寮に帰ったらまたよろしく頼むよ。うん、そういう意味じゃあっという間だったね。お、あはコミね、仲良くなりましたんで我々。愚者ランク5か。うん、これで屋久島終わりか。まあいろいろあったか。ボリューミーではあったな。で、まだ連休中。まあ帰りの道か。なになになに、シンジ君。やべえ、あいつらだ。あ、またあの3人。え、あの3人が例の。本当だ、来てんね。あのやばい3人組とガッキーが会っちゃうってことこれ。大丈夫？バカ、行くぞ。みんな恐れてるんだ。まあ、確かに見た目やばいしな。あ、タマポンポンってお前関西弁のやつか。お前らか。知り合い。なぜ他の者は私を見るたび姿を隠そうとするのでしょう。上裸にタトゥーはやべえからだよ。まるで路地裏のネズミですね。例え。さあな。うん。ジン、彼にカプセルを。カプセル。なんかね、ゲーセンでね、ボールをポンポンしてるやつがいたみたいな話があったんだよな。それか？悪い。カプセル。おう。礼はいつもの方法で。いつものなんだ、薬かなんか。今回は代価をいただく代わりに話を聞かせてほしいのです。ほう。
あのペルソナ使いたちが何やら騒がしいのですよ。うん。彼らはこのところ月が深淵になるたび宴に繰り出す。宴？あの塔にも頻繁に立ち入っている。なぜあんな戦いを始めたのです？あ、こいつらはあれか、素質はあるけど我々には組みしてないっていう感じなのかな、この3人組はな。知っているのでしょう、言えませんか。うん、かつての仲間だからね、楽器はね。仲間だからですか。そりゃそうでしょう。違う、俺はもう連中の仲間なんかじゃねえ。では教えてください。うん、逆にこの3人は知らないんだ、俺たちの目的。離れてた身だ、詳しいことは知らねえ。ただあの敵を全部やれば掛け時間やあの気味の悪い塔が消える。うん、そう聞いてる。まあこの間真田がね漏らしちゃったからね、ガッキーに。掛け時間を消すということですか。この3人からしたらちょっと楽しい掛け時間消すなんてとんでもないってことなのかな。は？どういうことです、なぜペルソナ使いが掛け時間を消すなどと。うん、しかもあの滅びの塔までも。滅びの塔だ。こいつは勝手に名付けてんのかな、滅びの塔って。あんな不気味なもん消せるってのは試すだろう。うん、高屋。ええ、分かっています。はあ、こいつらからしたらちょっとね都合が悪いんだろうな。女の子喋んないね、もっと喋ってほしいのに。ゴスロリ今さら戻れっかい。ガッキー戻ってこいよ。俺の力はもう昔みたいな純粋なもんじゃねえ。なんか薬みたいなもらってたっぽいよな。どういうことなんだろう。あ、そうか、人工的にペルソナ使いにできるってことか。そういうこと？あの3人組は、あ、もう戻ってきてる。あー、突っかれた。向こう出たの割と早い時間だったけど結構かかったな。まあ、遠いからね、フェリープラス飛行機でしょ。皆さんお疲れ様でした。とりあえず今夜はゆっくり休んで今後の戦いに備えておいてくださいね。まあさすがにね、今日タルタルは無理でしょう。俺シャドウとの戦いのために夏休み予定入れてないもんね。お、偉いなお前、遊び行かないんだ。それただ暇なんじゃないの。お前どうせあれだろ、補習があるだろ。補習が うるせえな。まあ好き好きだけどさ。とにかくアトロクタイ満月のシャドウをやっつければ終わる。あ、よかった、ユカリンがちょっとやる気だ。抱きしめた甲斐があったってもんだね。無気力症の事件とかそういうのを全部なくせるわけでしょ。私たちにしかできないことを頑張んないとね。めちゃめちゃいい子じゃん、ユカリン。あ、アイギスが普通におる。まずは冷静にセーブだ。まあ、もしかしたらさっきのあの3人組は、カプセルの力で、あの、ペルソナ使いになっていて、まあ、もしくは掛け時間に移動できるようになっていて、で、ガッキーは、我々からね、戦列を離れたがゆえに、ペルソナ能力が落ちかけていて、あのカプセルをもらうことで、掛け時間にも行動できるようになっているみたいな。なんていうね予測が立ちますけど、どうなんでしょうね。対シャドウ兵器か、願ってもない新戦力だな。土産物というとペナントやら置物やら用をなさないものばかりだが、この屋久島土産は違う。屋久島土産っていうとなんか本当に全然違って見えるな。とんでもなくバリアブルだ、屋久島土産のアイギスちゃんか。確かに実用性は非常に高いというかね、その物として扱っていいのか人として扱うのかがちょっと難しいよね。アイギスのことが気になるのかな。そりゃなるでしょう。他の機体は？確かに。ああ、対シャドウ兵器、もちろんたくさん作られたよ。みんなアイギスの姉だった。一番末っ子なんだ。でも10年前の事故で全て破壊され、生き残ったのは彼女一人だけ。以来彼女はロンサムアイギス、一人ぼっちのアイギスになってしまったのさ。あれ全部アイギスなの？どうなんだろう、アイギスシリーズの一番最後ってことか。なんで人型に？ペルソナは精神の産物だ。対シャドウ兵器には人間の精神を搭載するという計画だったのだが、すごい科学力だよねそれ。ここで重視されたのが体の形だった。もしこれが戦車の形だったら、精神は自らを戦車だと認識しただろうが、戦車は生き物じゃない。生き物じゃない身体を持たされた精神は瞬く間に破綻をきたして崩壊してしまう。なるほどね。じゃあどうすればいいか、答えはわかるね。人間に酷似した身体を持った精神は自らを人間と認識し、人間の精神を形成する。なるほど。だからアイギスたちは人型なんだ。
ちょっといろいろ、うん、怪しい部分がありそうな論理ではありますけどね。なんで自分を知っている？そうだよね、これがわからないんだよね。単純に人物認識に不具合があるか、あるいはインプリンティングの意思とか、最初に俺を見たってこと、それは考えにくくない？だって工場で目覚めてんだしな。まあいいじゃないの。そんな、分かっちまったかもしれねえ。10年前に、あれでしょ、俺の両親もさ、死んでるじゃない、その事故で。おそらくアイギス作ったの俺の父ちゃんとかなんじゃない？で、それでまさにインプリンティングされてんじゃないの。うん、そんな悪い気分でもないでしょ。気持ち悪いっちゃ気持ち悪いよ。全く見も知らないシャドウ、対シャドウ兵器からね、この認知されてるっていうのはな。ここが皆さんの宿舎兼作戦本部でありますね。本日よりお世話になるであります。やはり人間らしさは希薄だ。人の気持ちを理解したり個人的な話をしたりするのはまだ無理だよな。より人間性が高まればコミュニティを築ける気がするなんという先見性だ。しかし人が増えて賑やかになったもんだな。昔とは大違いだよ。そう、あの頃とはな。中学生の頃かな、3人でやってた時ってことでしょうかね。何もしなければ本当に普通の女の子よね。あくまで何もしなければだけど。つうか、あの子がロボだって気づく人とかいるのかな。そもそも自分の近くにロボがいるっていうその発想自体が出ないと思うんだよね。このアイギスが作れる時点でさ、なんかその霧城家がやろうとしていた、霧城家のジジイがやろうとしていた、まあ、時を操るところまではね、さすがにいかないにしても、機械に精神、生命を宿らせたっていう時点で大発明だと思うんだけどな。うん、世紀の大発明どころの話じゃないし、なんかこれを使えば何でも本当にできそうではあるけどね。むしろそっちの研究を進めていくべきなんじゃないのかな。でもまあ、シャドウを研究するにあたってできた副産物なのかもしれないね。いやいや、マジで可愛いんだぜ。可愛いんだけどメカなんだよな。ジャンル新しすぎんだよ。俺はどう対処すればいいんだ。まあでもなんだろうね、ジャンルとしては昔からあるよね、メカっ子ってのはね。にしてもまあ、でも体はね、こうやって見るとかなりメカっぽい感じだから、まあ、服着てたらね、確かに女の子っぽいけど、うん、こうやって服脱いでくれてる、服脱いでくれてるってもおかしな話か。まあ、とりあえずカラオケ歌っといて、屋久島から帰ってきてすぐ一人カラオケってのはなかなかタフだね。うん、さらに勉強もする。真面目だな。疲れてんだろうにな。体調崩さねえかな、これ。心配になってきたわ。さすがに大丈夫か。